オーナーこんにちは、4月29日、練習試合東海リーグの浜大クラブと、40分3本で、試合オーナーこんにちは、4月29日、練習試合東海リーグの浜大クラブと、40分3本で、試合を行いました。今日の試合の振り返りなんですけど、1本目はこのメンバーで行きました。キーパー原田、右サイドバックから山田光平、土佐で私で松村で、中盤はダブルボランチで、曽根博文と浦、で中盤の前新沼と藪崎で、2トップちょっと縦関係にしたんですけど、門田、山田優、この布陣で臨みました。前半に関しては大学生の運動量に圧倒されることなく、仮に押し込まれてもみんな全体がいいバランスで、守備をしたことによっていい位置でボールを奪い、この空いたスペースを山田がうまく使って飛び込みで、また新沼から山田の飛び出し、門田の真ん中でのハリーを、おとりに藪崎がサイドを突く、もしくは藪崎がボールを奪ったタイミングで一度裏に戻し、でもう一回藪崎に戻して裏がこのボランチの位置から飛び出す、そして藪崎が曽根に落として曽根からダイレクトに裏というように、前半は、門田の個人技もあり1-0で折り返すことができました。でその中でも今言ったように決してカウンターばかりでなく、いいゲームの作りからそれこそ決定力という部分で成功すれば2点3点取れた、あの格上である、2ランク上の東海リーグ1部に所属する浜大クラブに対して、これだけの試合ができれば今の時点では私としては非常にやはりこれは選手にも認識してほしいんですけど、決してボールを保持している時ばかりが攻勢ではない、仮に相手が、攻勢のようでいてもそこでボールを奪えばものすごくこちらが次に、自由にボールを運べる、もしくは相手のその力を利用して我々がスムーズな展開に持っていけるという、そういうものが顕著に現れた1本目でありました。で後半は、山田に代え、小笠原、この2人門田と小笠原の2トップで臨み、あとは同じように 4-4-2 のオーソドックスな、イングランドスタイルのシステムで臨みました。で本来であればこの新沼と藪崎、やはりシュートも打てゲームも作れる、そしてスルーパスも出せる選手がやっぱり中に絞り、山田のオーバーラップというものを一つ、うちの特徴として生かしたいという狙いもありました。で、山田に関してなんですけど、今日の試合展開にするとなかなかそういう機会はなかったんですけど、またその 1-0 という試合展開の中で勝負のかかった試合という認識ではすごくバランスをとってうまくやってくれたんじゃないかなと思います。でその中で後半出てしまった課題なんですけど、やはり後半に関しては全体が少しずつ間延びしてきてしまって、前半のようなこういうコンパクトさが少しなくなってしまいました。でこれが例えば、このように、深くなったとしてもこのコンパクトさが保たれていれば相手もそうは崩すことはできないと。で相手のボール保持状況によってはこういうコンパクトさもやはり必要ですね。ハーフウェイラインを基準にも相手のコートに押し込んでしまう。ただ2本目に関しては少しずつ、イージーなミスも生まれ、全体がここで言うと
簡単に言えばこのような本当に状態になってしまいました。やはりさっきと全然違うのはやはりコンパクトさがない。そして、例えばボールに対してアプローチに行ってもやっぱりカバーリングの距離が遠すぎる。もっと言えばこの辺で、山田が対応している時でもボールへの意識が強すぎて本来抑えなくてはいけない相手が、何人もフリーになってしまってそこを疲れ、後手という段階で、絞った流れからよ顕著にあったのが、サイドを使える。ここからもう本当にカットインされて決定的なクロス、もっと言えばもう折り返しを上げられてしまうというパターンが多々ありました。やはり今後今日の課題としてはこのまずサイドの守りというのも一つあります。ただ今言ったようにそのバランス一つでサイドを破れない状況もいくらでもこのように作れますし、でもっと言えば先ほど言ったように、変な捉え方をしてしまって、布陣がずれてしまうとやっぱりこのようにいびつな形、やっぱり2本目は特にこのような形から、中途半端なクリアなどを奪われて、相手の2列目もっと言えばサイドバック3列目がどんどん飛び出していて、でもう我々が何もできずに晒されて失点というパターンが非常に多かったです。やはり今後県の県リーグも含め、まあ、天皇杯のトーナメントも含めやはり勝負のかかった試合では、まあ、極端なし前半のように 1-0 で折り返したらどのような試合展開をするか、まあ、マンチェスターユナイテッドのようにある程度ディフェンスライン中盤のラインもしっかりとリトリートして、で前線のルーにクリスチャーノ・ロナウドが待っているような状況を作るようにしっかりと布陣をセットするってことも必要なんじゃないかなと思います。でうちのチームにはやはりモンダ、小笠原といったやっぱり一人で状況を打開する選手がいるので、やはりそういう戦い方というのも相手の力量を測った上で必要だなというのはよく分かりました。やはりサッカーの世界勝ってなんぼなんで、やっぱりいいサッカーもは当然する上でその試合試合で、都度合わせた戦い方、例えば、今日試合中もよく声が出てたんですけど、いやこの流れを今耐えよう、ここを乗り切ったら絶対チャンスがある、特に1本目はそういう形で、点も奪うことができたので、やはりあの感覚とやはり2本目に出た、バランスが崩れサイドを突かれる、しかも最後のサイドの深いところを突かれるという反省点をもう一度練習の中で修正して、したたかなチームにしていきたいなと思います。またオーナーの皆さんの、アドバイス、まあ、戦術論も我々にどんどん教えていただいて、我々にしかできないような戦術というものを作り上げていけたらと思います。